仲良し小道可否、仲良し小道の可否がある茎青葉団地、同様の小道、三戸間康氏は、日本の同様作詞家。福岡県出身。代表作は、仲良し小道。埼玉県茎市青葉一丁目の茎青葉団地内、同様の小道に、仲良し小道の可否がある。1910年に生まれる。教職の傍ら試作を続け、同様雑誌に投稿した。 1939年1月、雑誌、ずぶぬれすずめに投稿した、中吉小道が、河村紅葉の目に留まり、河村は早速曲をつけて、キングレコードに持ち込んだ。河村は1936年以来、キングレコードの専属だったため、中吉小道はすぐに、レコード化され、河村の長女の河村純子が歌い、ラジオなどでなく、レコードからヒットした曲となった。 これは、河村自身も福岡県出身で、小倉主犯学校を卒業後、一時は地元の小学校で音楽教師をしていたのに加え、歌詞の中にある、トントン板橋が、郷里の田川郡上野村の福地川に架か,かる粗末な板橋の上で遊んだ、幼き日々を思い出させたこともあったと想像できる。実際、戦前の福岡には小川に架か,かった粗末な板橋が、随所にあり、 子供たちがその上で、トントンと走ったりして遊んだ。ミトマは1949年に、作曲者の河村公用は1946年に死去しており、著作権保護期間は満了している。仲良し小道は、どこの道いつも、学校へミヨちゃんとランドセルしょって元気よくお歌を、歌って通う道仲良し小道は嬉しいな。 いつも隣のみよちゃんがニコニコ遊びにかけてくる、なんなんなの花に追う、道中吉し道の小川にはトントン、板橋かけてある仲良く並んで腰掛けてお話しするのよ。楽しいな仲吉し子道の日暮れには母様をおうちで、お呼びですさよならさよならまた、明日お手手を振り振りさよなら。ありがとうございます。